今日はプッシュアップ、腕立て伏せ、大胸筋を鍛える際の腕立て伏せの時の、手の幅について話していきます。で、まあ、どのくらいの手幅でやってるか僕も結構聞かれることも多いんですけど、まあ、大体一般的なやり方と一緒で、肩幅からややちょっと広いぐらいでよくやってます。で、まあ、人とやり方が違うとすれば、僕は手のひらじゃなくて、剣立てでやってます。こっちの方がまあ距離も手のひらよりちょっと稼げるんで、より深く、沈めることができます。あと、まあついでに手首も鍛えることができるんで、まあ硬いところでやれば拳も鍛えることができるんで、まあ、格闘技やってる人は結構剣立てもやってる人は多いと思います。そして、まあ一般的には大胸筋を鍛えるときは手の幅を広く取って、上腕三頭筋を鍛えるときには手の幅を狭く、まあ、これが一般的なやり方だと思います。で、まあ、手を開いた状態でやると筋繊維が伸びた状態で動かすことになります。そして閉じた状態でやると大胸筋も短くなった状態で動くことになります。で、まあ、ある研究結果によると、この狭めてやった方が大胸筋の活動量が増えたという、まあ、そういう研究結果もあるんで、まあ、どっちのやり方もやってみるといいと思います。まあ、これもよく言ってることですけど、まあ、とにかくいろんな角度から、いろんなやり方で刺激を入れてあげると、まあ、より効率よく成長していくんで、まあ、このやり方しかダメっていうふうに決めつけるんじゃなくて、いろんなトレーニングを取り入れていくといいと思います。で、まあ、狭めてやると先に上腕三頭筋に限界が来てしまう人はちょっと広げてやっていくといいですね。まあ、幅を広げていくと上腕三頭筋の負荷が軽くなるんで、まあ、より大胸筋に集中はしやすくなります。まあ、このように手の幅、位置、広くしたり狭くしたり、どっちがとかどれがいいかとかじゃなくて、もうとにかくいろんなやり方で刺激を与えてあげることが大切です。あと、まあベンチの台とかちょっと高い位置に手を置いてやると大胸筋の下部、そして反対に足を高くしてやると大胸筋の上部に効かすことができます。まあ、ただ痛みが出るようなやり方は避けて、なるべく自分に合ったやり方を探りながら見つけていってみてください。ご視聴ありがとうございました。